さんこんばんは。今日もお風呂掃除にお料理にとっても充実した一日でした。音階の練習を調を変えてやってみます。ゆったりと調整を理解して弾くことがポイントです。臨時記号に転調を繰り返す曲も少し考えることでできるように必ずなります。今度はシャープ一つの都庁調で弾いてみます。シャープが一つだとファにシャープがつきます。音階の練習をすることでスムーズにいろんな曲が弾けるようにもなります。ピアノを上達するためには調整の理解、指をしなやかに動かすためにはスケールの練習も、本当はハノンやバイエルでリズムを変えてやるのがおすすめです。家庭での練習がなかなかできないときはブンブンブンや括弧、メリーさんの羊、キラキラ星など簡単な曲をユニゾンやオクターブで歌いながら弾いてみてください。明日も楽しいお話を聞かせてください。子どもたちの興味や好奇心は心の宝ですが、教室の備品、物は大切に扱いましょうね。先生のテキストはいつもシールとスタンプだらけです。顔はピカピカ、ツルピッカ、テキストシワシワヨレヨレです。バイバイ。